話になって、まあ、地元の消防団の方に教えていただいた人形供養ができるっていう、まあ、一番近場で一番大きな神社があって、まあ、そこに持っていくことにしたそうです。で翌日も早速その人形を袋に入れて持って行って、でじゃあそれはお預かりしますねと供養していただけることになって、まあ、よかったなと、まあ、そう思ってたんです。でまたしばらくね特に何もなくて、まあ、彼女と一緒にその部屋で暮らしたんですけども、ある時友達と一緒に飲んでたんですよ、 K さんが。でその時になんとはなしに最近あった不思議な話ってことでね、そういやさ俺の部屋昔からなんか変だって、まあ兄貴が言ったりしたんだけどさ、つい最近天袋からさ五月人形が見つかって、でそれをお寺に持ってこうとしたらさ天袋の中からどんどんどんってノックされたんだよ。彼女も聞いたからさびっくりしちゃってさ、まあ、そんな話をしたんです、まあ、そしたらそれを聞いていった友達がね、お前それなんか心霊現象じゃねえのか、あのさ俺の後輩にさ青木っていう霊感が強いやつがいいんだけどさ、そいつ今度呼んで見てみてもらおうと、まあ、そうやって友達が言うんですよ。まあ、その時はねお酒に酔ってたっていうのもあったので、ああいいね呼んでみようかっていう話になって、で早速翌日ね、まあその青木くんっていうのが、まあ、都合がつくってことだったんでね、まあ、K さんの部屋に来てもらったんです。で部屋に入ってきた青木くんに、あそこの天袋なんだけどって言うと、ああって言うんですよね。ちょっと見ていていいですかって言うから、あいいよいいよで進めると、青木くん近づいててね、手袋をスーッと開けて中をふって覗いた。で覗いたかと思ったらふって顔してふって振り返るんです。でまたあれって首かしげながらまたスーッて覗いてふって顔してあれって振り返るんですよ。そんなことを 2,3 回やったなって思ったら、青木くんスーッて戸を閉めてくるって振り返ってね、真っ白な顔なんですよ。この家何なんすかって言ってくるんです。いや何なんすかって俺んちだけどって K さんが言うと、この家何なんすか、俺が天袋覗いてると玄関の方から足音がするんですよ。足音がトントントン3歩歩いてくる。えっと思って振り返って、まあでも当然だけど誰も来てるわけじゃなくて、でまた覗こうとするとトントントン玄関から足音がするんですよ。何なんすかこの家、何なんですかこの部屋。そう言って青木くんは真っ白な顔のままスーって振り返って部屋を出てっちゃった。あまりのことに、まあ、一緒にいた K さんも K さんの友達も K さんの彼女もみんなポカーンとしちゃって、まあ、そんなことがあったんですけども、その日を境にその青木くん未だに見つかってないそうです。そんなことがあったんだから、さすがの K さんもこの部屋は何かあるんじゃないかと、まあ、そう思って彼女と一緒に部屋を出て、それ以来もう20年ぐらい経ってるわけですけども、実家は未だにその場所にあって、あの部屋もまだあるんですけども、 K さんは実家に帰ることはあってもあの部屋に入ったことはないそうです。そんな K さんの実家で長い間かけてずっと起こってきた怪異のお話でした。正直これはちょっと怪談とは違う話だろうなっていう感じなんですけども、これある視聴者の男性の方から寄せていただいた話でして、でその方ね、
昔電気機器メーカーで働いてたんですって。でそこの会社、鉄道の車両部品を作る会社だったんです。で、まあ、鉄道って言ってちょっとピンとくる人と来ない人がいるかなと思うんですけども、あの車輪の間のところに、近くのところに見ながらやっていっぱいこう機械がついてるじゃないですか。あそこの中の一つのパーツを作っていたらしいんですよ。で、あの電流を制御する装置ですね、それを開発しているメーカーだったらしいんですよ。で、彼はそんな会社に長く勤めたんですけども、そんなある日のこと、取引先の某私鉄から連絡が来て、故障したので早急に機器を取り替えてほしいっていう依頼だったんです。在庫を確認したら残っていたので、向こうも要望通りの納期で納品できますよって連絡して、でその通りに納品して、でまあそれだけだったらば、まあ、すぐ終わってしまいましたんですけども、まあメーカーですから、まあ、自分たちが作ったものをより良くしていこうっていうのがあるわけですよ。なので、まあ、故障したからって言って変えたわけですけども、その故障した異変物を見てちゃんと調査して、まあ、何か課題があるんだったら直していく必要があるんですよね。なのでその彼と先輩が現物を見せてくれっていう話をしたそうです。まあ、したら工場内で保管をしてるっていう話だったんで、その